この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので、精度が低いことをご了承ください。記憶のままの道を行くと、記憶と異なる景色にやがてたどり着く。ここは熊川下りの八千所ばい。見りゃわかるばい。いや、それはそうなのだが。今は8月、夏休み真っ最中。なるほど、川下りや、船でやるやつや。あ、これが右側にあるのが救命胴衣か。わあ、積み重なっとるな。そうしてここはお人よ有数の観光スポットだというのに、まるで人の気配がない。ああ、定休日とかそういうことか。定休日なら閉まってるばい。営業日ばい。それもそうだな。剣の修行の成果なわけでもあるまいが、凪の言葉は切れ味がいい。あまりに良すぎ、話のなんやこれ、なんやこれ、説法わからん。を、見つけあぐねている。凪ちゃん。どうした？不意打ち気味の暗い声。八六がびくりと体をすくませる。視線を向ければ、けれども、姿が見当たらない。お客さんにそんな言い方、失礼。営業時間にこそこそ本読んどる方が失礼ばい。凪が飛ぶ。受付カウンターの中へと入り、柱の影から何かずりずり引きずり出す。何かをずりずり引きずり出す。うかみちゃん、そんなんじゃお客さん来ても帰っちゃうばい。やめて、凪ちゃん。しおり、せめて挟ませて。うん。おとなしそうな女の子だ。椅子に座っていてもなお背の高さをはっきり感じる。凪よりも随分大柄なのに、凪に手もなくあしらわれている。座っている椅子を引っ張られ、それに抵抗しようとし、宗哲様。そうだな。ぼーっと見ている場合ではない。凪、お前の師匠は力を持って人に何かを強いることを教えたのか。そぎゃんかこそ教わるわけなか。力とは弱き者を守るためにこそ振る。おい、言語、じゃあ、言語、不一致やったっけ？言語か。言語不一致か。気づいたらしく、凪はいきなり、深見ちゃんとやらを引いていた手を止める。止めるか。当然、深見は大きくぐらつき、そこを凪の手がまた支える。危なかった。凪ちゃん、助けてくれてありがとう。水草かとよ、かみちゃん。困った時はお互い様ばい。マッチポンプだ。神を困らせた原因が自分であるとすっかり忘れてしまったような凪のくったくない笑顔。神も安堵のためなのか、手にした本を開いたままに微笑んでいる。突然の来訪で読書の邪魔をしてしまったようだね。あ、別に邪魔とかじゃ。ぎゅっと手の中の本が開かれたまま、僕と深見を、遮るように持ち上げられる。はてなのだなと、その仕草を見て自然と感じる。地方における都市計画、観光による活性化か。随分と勉強熱心なのだな。パタンと、本が閉じられる。視線がほんの一瞬あって、けれどもすぐにそらされる。深見ちゃん、ちょっと人見知りばい。慣れれば仲良くなれたい。そうか、ならば無理なく慣れてくれ。まあ、この深見という子のことはこう言ってはなんだが、どうでもいい。見逃さ老人がおっしゃってくださったように、お人よにおける観光の実態を学ぶことこそが最優先だ。深見ちゃんでいいのかな？閉じた本をまた盾にしてコクコクうなずく。受付に座っていたようだが、君はここの人なのか？そうばい、ここのオーナーの緑おばちゃんの一人娘が深見ちゃんばい。なるほど。それならばすまないが、オーナーの緑さんをお呼びいただけないかなと。いかん、いささが急ぎすぎた。自己紹介も済ませずに、紹介を請うなどありえんことだ。僕の名は右田宗哲。エアクラ工場誘致反対のために帰郷し、縁あってこのハチロクのオーナーになった。宗哲様からご紹介に預かりました。旧蹄鉄8620系蒸気機関車8620専用レールロード86です。工場誘致反対。落ち着いたのか、ようやっと僕にも聞き取れる声が来る。そうばい、この兄さんらはうちたちの味方ばい。じゃっけん、深見ちゃんとこ連れてきたばい。ぽくりとうなずく。盾となっていた本がゆるゆる下がり始める。私早瀬深見です。この発電所のオーナー代理です。一応オーナー代理。緑おばちゃん体ば弱くて入院したり退院したりの繰り返しばい。今日も病院で、だからお話なら私聞きます。なるほど。相手が誰でもやるべきことは変わらない。やるべきことには常に全力を尽くすことも。だからともかく、凪と出会ったいきさつや、そのままここに連れてこられたことなど話す。蒸気機関車で観光振興。深見がようやくわずかに顔を持ち上げる。慎重そうな、どこか怯えたような瞳だ。僕とハチロクを、数秒ずつ見て、すぐにまたうつむき視線をそらしてしまう。私オーナー代理で頑張ってるんですけど、やっぱり毎日全然お客さん来てくれなくて。そうか。そうだろうなとはさすがに言えないが、今日がたまたまということではなく、毎日これなら経営はおそらく危機的な状況だろう。だから観光振興やってくれるならすごく助かります。手伝えることできることだったらやりたいです。ありがとう。しかし接客がこのありさまでは観光客が増えたとて先の見通しは暗かろう。ああ、いや、そう判断するのは性急すぎるか。ともかく観光の実態を確かめさせてもらうとしよう。ならば僕とハチロクに球磨川下りを経験させてくれ。料金は無論大人2人分を払う。はい、ありがとうございます。大人2人で税込み7560円になります。うん。1万円を出して2000円と少しのお釣り。案外高いなというのが率直な感想だ。それじゃあライフジャケットの付け方からご説明します。やけに古風なベルを模した電話の着信音。一瞬慌てた深見はけれど、すぐにナギへと手にしたライフジャケットを渡す。ナギちゃん、お願い、任せとくばい。ちょっと失礼します。深見はそのまま電話機。お待たせいたしました。お人よ球磨川下り発電所受付の早瀬でございます。あらま。もう。ハチロクが思わず漏らした簡単な声に、うなずいている。僕らと会話していた時と電話とでまるきり人が変わったようだ。よそ見しとったらいかんばい。なあ、すまん。ライフジャケットの付け方はちゃんと聞いとかんと死ぬたい。それもそうだな。申し訳ないが。もう一度説明を頼めるか。よかばい。あっさり言って、ナギはテキパキ見やすい動きでライフジャケットを身につける。表裏前後ろ気ぃつけて切ればそれでよか。水に落ちたら勝手に膨らみよるけんね。うん。私はジュニアサイズなのですか。単に背丈の問題だろう。それはそうなのでしょうけれどおい、サイズば合えばどれでんよかたい。合わんのつけたら水に落ちた時死ぬだけばい。しぶしぶといった表情でハチロクはジュニアサイズの救命胴衣を身につける。うん。ハチロクの依頼通り乗務カバンは肌身離さず扱っている。中にはもちろん運転隊だ。タブレットを乾燥すればジュニアサイズも大きくなるが、さてその場合救命胴衣はどう扱われる？おや？お待たせしました。電話を終えて深見がこちらにやってくる。凝縮しているのか何なのか背中を丸めて身を縮めている。なまじ背丈があるだけにひどく窮屈な印象だ。もし盛り上がりかけた観光気分もつられて押し込められてしまう。船の方にご案内します。水しぶきかからないよう気をつけてください。86、これが球磨川だ。言いながら大きくぐるりと体をひねる。運転隊の時と変わらず僕の膝に乗る86もそのまま動きにつられ揺られる。大きいですね。大きく広く、まるで包まれているようです。川を挟む、森の緑と川そのものの、双壁でいいのかな、双根わからん。まあ緑色さ。水鳥たちの声と羽音と水の匂いを含んだ風と。そうだな。包み込まれて同時に解放されてるような気に僕はなる。解放。両手を広げ大きく大きく伸びをして。本当ですね、宗哲様。まるで反対の気持ちなのに両方一度に感じます。それからすっぽり行儀よく86はまた僕の膝の上、心地よさげに体を収める。軽い衝撃。何かと思い視線を向ければ船の穂先に立った深見が何やこれ。これ竿のやつか。この手に持っとるこの竿みたいなやつか。で岩を叩いたようだ。なんだ、背筋が伸びているではないか。船の上、陸よりずっと安定しない場所なのに、深見は堂々、長身を生かし、操っている。何だっけこれ。まあいいや。川こそが、深見様にとっての線路なのですね。ああ。八六の声にうなずかされる。まさしく、これこそ水を得た魚ということなのだろう。なぎちゃん、任せとくわい。お客さん、水しぶき気をつけた方がよかとよ。んあ宗哲様、冷たくて心地いいですね。そうだね。流れの速いところにかかり、川の表情がガラリと変わる。思うさま、船を遊び、もて遊びか。頭の上から夕立ちのような、飛沫を降らせる。よっと、うんとこよいしょ、どっこいしょー。ああなるほどね。この竿みたいなやつで軽く岩をあるいは川を突き、船先の深みが船の進路を、決定する。本当に漢字が読めないな。僕らの真後ろ、友に立つナギは、舵を取り、右に左に大きく動かし、深見の、決断に力を与える。大したものだな。はい。こんなにお船が揺れているのに、私少しも恐ろしくありません。確かに。深見とナギとの自信に満ちた動作は見ているそれだけで安心感を与えてくれる。やがて飛沫と揺れは収まり、船はまた緩やかな流れの中に包まれる。二人はこの仕事は長いのか。深見ちゃんはそれこそ子供の頃からわい。うちはまだ始めて2年目たい。2年目でその落ち着きなのですか。友張は船頭よりも覚えることが少ないけんね。船頭に回ったらうちはまだまるでダメダメたい。ほう。まあ先に立って水先案内するのが船頭、共に立ち舵を、操り船頭をフォローするのが友張。そうと解説した後で凪は大きく肩をすくめる。球磨川下りはお客さんが減りすぎて船頭さんたちがやめてっちゃったって深見ちゃん困っとったばい。それで凪さんも友張のお仕事に。ま簡単に言えばそういうことい。これも剣術修行ばい。なぎちゃんと船頭交代ばい。ここから先にはもうせがないけんね。そうか、気をつけてな。気をつけるのは兄さんたちばい。ライフジャケット紐締め直しといた方がよかよ。おいおい。シャレにならないシャレを言い、凪は軽やかに船首へと向かう。凪になんかその竿みたいなのを渡し、何事か注意して、今度は深見が慎重に船尾へとやってくる。見事な手際だったな。凪が深見ちゃんは小さな頃からと言っていたが。そうですね、赤ちゃんの頃からゆりかご代わりに私船に揺られていたそうですから。はあ。何やったっけ。あれ、友か。友に回って、舵を持っても、深見の背筋は丸くならない。すくっと立って、船先の凪の様子を、注意深く見守っている。だから、船の上のお仕事だったら平気なんです。けど、経営とか、宣伝とかそういうのわからなくって。みどりさんと言ったか。ご病気の前はその方が。はい、母と父がその頃はすごく繁盛していたんです。父が過労で倒れちゃうくらいに。乗ったことがある、その頃の川下り船に。そうなんですか。神の口元がふわっと緩む。そして視線は遠く遠く川の彼方を見続ける。右田の家の養子になってほどない頃だ。タイトさんとギフと義母と枕姉と響と。いかがでしたか。まだ慣れなくてな。緊張して船の外ばかりを見ていた。季節はちょうど今頃で賑やかだった。もう、船は何隻も連なって、その全てにぎゅうぎゅうにお客が詰め込まれていた。その賑やかさに温められて、船から降りる頃には僕らもいくらか自然に会話できるようになっていた。景色は変わっていないような気がするよ。夏の球磨川の穏やかなところも荒いところも。川は毎日が別の表情で、だけどずっと同じ顔をしてるんです。表情と顔か。水面とは水の表と書くのだと不意に思い当たる。川の顔だの表情だのをまるで考えたこともないが、毎日見ているものにはどうか、少し興味が湧いてくる。球磨川はどうだ。男か女か、どんな顔をしているのだ。女性、女の子です。思春期の。ほう。お姉さんな感じで、表情豊かで可愛らしくて、だけどたまに怒るとすごく、ものすごく荒れる。情が深いといった感じか。そうです、そういう。言って深見は愛おしそうにぐるりと大きく川を見渡す。底知れなくて激しくて知ろうとしてもわからない、とても面倒な女の子だから、その分とても魅力的。神の瞳が僕を捉える。何一つ隠すもののない川の上、背筋を伸ばした深見がまっすぐ僕を見る。わかりやすくて簡単なものは浅くて薄いです。それはきっと長くは持たず、とても大きなゴミになる。なるほど。評価が変わる。どうでもいいと思っていたが、名こそが体を表している。深見は深みを持っている。引き出せたなら、おそらくはお人よを支える力になる。それがエアクラ工場誘致に反対する理由か。そうです。ほっとしたような息が吐かれる。私は球磨川が好きだから。しかしだ。この聡明さと真の強さだ。子供扱いする必要はもはやあるまい。環境を守れたところで生活が守れねば、人と住みかは滅びるぞ。うん、そうして人の手が絶えてしまえば、自然に帰るといえば言葉は綺麗ですけれど。神の視線が僕からそれてさまよい始める。背筋がどんどん、丸まり縮こまっていく。 SL による観光振興が成功したとて、このありさまでは川下り観光は復活できまい。だから頑張って。うわっ、硬い音がして船が揺れ。あ、平気です。ナギちゃんがちょっと下手なだけです。何かと慌てるより先に深見がそうと教えてくれる。今の会話をしながらでもナギの様子を確かめていたのか。予想以上だ。これはまさしく磨けば光ろう。特別に頑張ろうとするから空転するのだ。おそらくはな。ただ船の上と同じように陸の上でもやればよい。それだけで接客だの宣伝だのの問題はあらかた消えるぞ。深見は驚き、いやむしろ怯えたような顔になり、またぞろ背筋を縮め始める。自分では気づいていないのか。それだ。それが陸の上でのお前の姿だ。と違う。背筋です。身を守ろうとでもしているように丸まって、せっかくの美しい立ち姿が台無しではないですか。美しい立ち姿です。神の視線が、船の先へと。ナギちゃんのこと？どういう解釈でそうなるか。お前だ深見。船の上でのお前の姿は堂々として美しくあるぞ。え、やだ、ないない、そんなことを。おっと。照れたあまりなのであろうか、腕をブンブン振るようにざばざば水をかく。なぜないのですか。単なる事実だと思うのですが。だって学園で将来化けるタイプの美人やからな、こういうのって。体がますます縮こまる。顔も真下に向いてしまい、目つきはひどい上目遣いだ。私大きいから可愛くないって。クラスの子、男の子なんてデカ子とか私のこと。女子のそれは妬みでしょう。男子のそれは照れ隠しというものでしょう。でも私本当にこんな大きいから可愛いわけない。ならばそこは認めよう。深見、お前は可愛くない。その理由は大きいからだ。相鉄様。まあでもそういうことやんな。でも大きくて美しいからな。うん、身長高い人ってすげえ綺麗だもん。深見がそう決めているのだ。そうと決めているのだ。深見がそうと決めているのだ。可愛いのか可愛くないのの主観を覆せようはずもない。だが、可愛いと美しいは別物だ。そういうことや。お前を可愛くなくする大きさゆえに、背筋を伸ばし自信に満ちたお前は、ひときわ美しい。それに凛々しく、頼もしくもあります。マジで天然のたらしだよな、相鉄。ハチロクの声。僕も感じていたことをまっすぐな言葉に直してくれる。深見様の凛としたお姿のおかげで、不慣れな船の上でも私、とても安心できました。自らが言っていたように、船頭に回ったナギはまさしくダメのダメダメだ。だというのに少しも怖さを感じないのは、深見の瞳がナギを捉えているためだ。商売のことだけを考えろ。接客と宣伝のことだけでいい。うん。可愛いだけの船頭と、美しく凛々しく頼もしい船頭と。お前が客なら、どちらの船に乗りたく思うか。後の方です。だって、川はとても危ない場所だから。そうだ。仕事場は学園ではない。学園での評価を引きずる意味も理由も存在しない。深見がうなずく。そうしようと望んだのだろう。背筋が力みを帯びて伸びる。大きいお前が自然なお前だ。歪めれば無理が出て崩れる。おそらくそれは川でも同じことであろう。うん。ならば少しずつ慣れろ。自分を伸びやかに扱うことに。そうすれば自然と背筋も伸び、問題も解消されていくさ。わかった。と思う頭では。だから、ちょっと、そうする方も、頑張ってみる、です。うん。そうしてくれるなら、僕も嬉しい。私もです。美しいものが歪んでいるのを、これ以上見たくはありませんから。ありがとう、相鉄お兄さん、八六さん。深見が少し背伸びして、ナギに視線で合図を送る。ナギはうなずき、ほっとしたような顔になる。もうすぐ着船です。船が着いたら、二人はどうします？ひとまずは、お人よの駅まで戻ろうと思うが。なら、一緒におじいちゃんのトラックに乗ってください。おじいちゃんのトラック？トラック、エアクラのトラックですか？うん、ガソリンの。排気ガスとか出るやつです。まあ、ガソリンエンジン車。ハチロクが目で通ってくる。うなずきながら言葉を受ける。今時ずいぶん珍しいな。何か理由が？発電所。湯の井にもあるから、もっと上流からの、もっと急流のやつ。なるほど。湯の井お人よ館なら。術船配炭港でしたか。あの近く、エアクラが使えなくなる場所を通るのですね。うんうん。そう。だからトラックです。今は、湯の井の発電所、人が足りなくて使ってないけど。ならば、共に頑張ろう。お人よの観光復権で、湯の井発電場も復活だ。うん、頑張る、です。言って、深見はまじまじ僕の顔を見る。何でも言ってください、です。手伝えることあったら、私、頑張ってやります。ならば、人だ。誰か、人を紹介してもらえないか。人です？どんな人がいいですか？観光か鉄道のどちらか、できれば両方に詳しい人、そしてエアクラ工場誘致反対を明確にしている人だ。だったらちょうどいい。「停鉄」とかいうので働いてたっていう人が。おう、深見じゃーん。凪の声。深見は視線を僕から外し、続きは後でと短く断る。いい加減こっち変わって。うちじゃ着船は無理無理ばい。うん。うなずくより先、もうスタスタと、先に向かい、深見は歩き出している。そして途中で振り返り、控えめなけれど確かな笑顔を見せる。なぎちゃん、ちょっと焦りすぎです。まだ40秒は余裕あるのに。なるほど。境内に一歩踏み込めばガーガー、コケコケ、ガチョウと鶏たちとが大騒ぎして道を開ける。ここも昔と変わっていないな。神社だ。国宝って書いてある。すごい。とても綺麗な神社ですね。静かにつぶやく。ハチロクはすっと、休憩する。お人よは水の匂いのする町ですが、ここの空気はひときわ澄み切っているようです。確かにな。澄み切っている感じを受ける。ここは昔も今も変わらず。お参りをした。タイトさんと響とマクラネートに連れられて。ああ、そういえばあの時確かタイトさんに。そら見てみろ、86。86の脇に手を入れて見やすいように高く掲げる。入り口の門の屋根の付け根、ちょうど角になってるあたりだ。あら、見つけた途端86の目が丸くなる。無理もない。神社の門にこんなもの、誰もあるとは思わんだろう。まあ、何ですかこれは。あ、神様のお顔。いや、鬼の顔らしい。鬼面作りと呼ばれるそうだ。神社に鬼の面ですか？どうしてそんな。それは誰にもわからんらしい。日の本中でもほとんど見ないものだと聞いた。門の中に鬼が封じられているのでしょうか。かもしれんな。この近くには幽霊寺という寺もある。言えばふーっと86の声と視線が落ちる。鬼に幽霊。お人よは意外と恐ろしい土地なのですね。86の、小姉と表情に少し意外なものを感じる。レイルロードが幽霊だの鬼だの。しつけんだ。言うより先に深く考えておけばよかった。86は事故を起こしている。その意味ならば僕も知っているはずだというのに。宗哲様。僕の心を知ってか知らずか、86は穏やかに首をかしげる。レイルロードでなくてよかった。もし共感などがあったら、互いにどうしようもなく傷ついた。僕は。おー。そうか。せやんな。すげえ恐ろしい話をするけど、オープニングでさ、脱線事故の直前よ。橋が崩落、欠落して、てか橋が崩落して、先に走っとった列車が落ちたみたいなさ、そんな描写あったやん。そこに乗っとったレイルロードが谷底へ落ちたみたいなこと言っとったやん。それも共感で感じ取っとるわけやろ。わお。だけど僕は人間だ。伝えたことしか伝えられない。伝えきれないことすらもある。だから言う。ごまかしではなく自分の本当を。幽霊も鬼も恐れはしない。現実は常にそうしたものを駆逐するから。でしたら宗哲様は。86が言う。僕の言葉を受け止めて、その上へと通ってくる。現実こそ最も恐れていらっしゃるのですか。どうだろうな。答えきれない。自分自身でもわからない。恐れるほどに、現実と、僕は果たして。まったくまるでお話にならないじゃないか。どうかしてる。少し考えればわかることだろうに。どうした。待ってください木崎先輩。もう。ハチロクは僕の顔を見る。響の声だ。境内の奥、本社の方から、足音とともに近づいてくる。損得の話じゃないなんてまるきり妄言じゃないか。得がなければこの神社だって維持できまい。またすごい美人が現れたな。すごい勢いで歩いてきたのは制服姿の学園生だ。僕らに気づき気まずそうな顔をするので道を譲ってほんの少しだけ会釈する。待ってくださなところでお会いするとは。全くだな。ここで会えるとは思わなかった。いびきの声が完全によそ行きのものになっている。この学園生の前ではきっといいところを見せておきたいのだろう。響さんのお兄さんなら僕に自己紹介させてください。僕っ子だ。優雅に一礼。こちらに向かって往診していたトゲトゲ感をきれいさっぱり消し去っている。はじめまして、僕は宝生木崎。学園では響さんとは同じクラブに所属してます。ご丁寧な自己紹介をありがとう。僕は右田宗哲。縁あって響の兄になったものだ。縁あってずいぶんと変わった物言いですね。そうかな。それじゃあその子も縁あってのお連れさんなんですか？お、言葉がわかるやつやな。僕の傍らのハチロクを見て、キサキだとよかったっけ？キサキなる少女は、興味深げに笑ってみせる。綺麗な子ですね。これほど見事な黒髪は初めて見るかもしれないな。お褒めいただき光栄ですわ、キサキ様。ハチロクの優雅な一礼にキサキも軽い一礼を返す。軽やかながら洗礼された、そんな言葉が脳裏に浮かぶ。美しい礼を、その上礼儀もしっかりしてる。はじめましてお嬢さん、お名前は？私縁あって宗哲様のお世話になっております、レールロードの八六と申します。レールロード、ああ湯ノ井線のレーナみたいな。レーナさんとはいわば姉妹のようなものです。レールロード同士ですから。そうなのか。なるほどね。軽く浮きかけた驚きをキサキはすぐに収めて、まじまじハチロクを改めて眺めます。君はレーナよりクラシカルだね。それに全体がとても上等に作られているようだ。実際そう作っていただきました。私は8620系トップナンバーの専用機ですから。納得したようにうなずいて、キサキはくるっと背後の響へ視線を移す。それにしても響、ずいぶんと冷たいじゃないか。あのお兄さんが帰ってきてると教えてくれないなんて。あの？それは事情が。あのお兄さん、それこそ変わった物言いだ。あのなどとまるで以前から知ってたような。ひょっとして響から聞いていたのか、僕の話を。それはもう部活のある日はいつも何らかの形でね。なるほど。帝大生ということも、家業をお手伝いされてることもと、そうだ。キサキが不意に胸の内ポケットに手を入れる。慣れた手つきで取り出した名刺入れから流れるように一枚の名刺を取り出し差し出す。改めまして、これを機会にご進行を。僕宝生木崎は銀行勤めをしているもので。銀行勤め。お人よに銀行といえば一つしかない。念のために、名刺を受け取り、見ればそこにはやはり、熊本銀行お人よ支店長の文字列。支店長、支店長ならば君がエアクラ工場誘致賛成派の中核なのか。工場誘致のお話ですか？響さんのお兄さんは工場誘致を撤回させようとお人よに戻ってきたものだ。せっかくなので少し話をさせてもらえるかな。ああ、だから。キサキが響をちらっと見る。なるほど、だから、響は妃に僕の帰還を伝えなかったのか。ごめんなさいお兄さん、僕もじっくりお話をしたいのは山々なのだけれど。夏服のむき出しの手首にはまる時計を、妃の視線がさらりとなぜる。つい先ほど実りのない議論に時間を使ってしまってね。この後はいろいろ予定が立て込んでいるんだ。そうか。君の都合も考えず唐突に申し訳なかった。いやいや、こちらこそお断りしてしまって。けどせっかくなのでという気持ちは僕にもある。名刺入れをしまったその手で今度は手帳が取り出される。夏休み期間だったら朝方の時間帯は比較的自由だから、日を改めてアポイントメントを取ってくれれば。うん、ならば後日改めてよろしく頼む。そうだね。立場は正反対みたいだけれども。すっと右手が差し出される。妃と短い握手を交わす。その時には。ああ、その時には。ああ、妃先輩。さっと立ち去る妃の後を慌てた顔で響が追う。追いながら一度振り向き、あっかんべえ。なぜだ。特段響を怒らせたつもりもないのだが。あの方がエアクラ工場誘致賛成派の総大将なのですか？妃と響の姿が消えるのをゆっくりと待ち、八六が静かに問いかけてくる。総大将でなければ怖いな。あの上にさらに人物がいることになる。うん。曖昧な笑みを浮かべて八六は何も答えない。ならば八六も分かっているのだ。まさかああも見事に自分の未熟を思い知らされるとはな。あそこで議論を交わしてしまえば響にはもう立つ瀬がなかった。それを理解し先送りを提案することで鮮やかに、妃は響と僕の立場とを重んじたのだ。未熟であれば熟成させればよいだけのこと、宗哲様が教えてくださったことですよ。ああ、そうだな。そうだった。この半日で一息にさまざまな人と立場とに触れ、いささか混乱したようだ。僕はどこまで行っても僕でしかない。自分の信じるやり方でダメなら修正していけばいい。よし、行くぞ八六。仕切り直した。はい、お供します、宗哲様。玉石を踏みまっすぐ進む。深見が僕に教えてくれた旧帝鉄の元職員、赤井神社の宮司に会うため。